だよね。まあそれは、うん、もうありますけど、うん、ほとんどの人はそれでも最初にしんちゃんが好きなものは何だと思う、うん、覚えてますか？最初の好きなもの？飲み物と、うん、食べ物、うん、なんかスナック菓子だったような気がするけれども、うん、ちょっと、うんうん、そう、そのスナック菓子なんかちょっと忘れちゃった。飲むものは、うん、渋いお茶と芋ようかん。あ、そう、そうそうそう、それが僕覚えてる、うん、しんちゃん何食べたい？そう、お家ではそれは食べないけど、うん、他のところのお客さんとして行くとすれば、うんうんうん、しんちゃん何食べたい？渋いお茶と芋ようかん。あ、そう、うん、それは知らんかった。 OK、うん、そして普通のお家で食べる好きなものは、うん、チョコビ。あー、そうそうそう、チョコビチョコビ、そうそう、チョコビチョコビ、うん、それもまあ一つのエピソードで、うん、したいと思うけど、でも今話したから取りに行きます。失礼します。はい、チョコビー。そう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 、チョコビー。何にも入ってないよ。うん、チョコビーなの。100円これかかったよ、うん、俺120円だったかな、うんうん、ほとんど何もないけど、本当は後でこれをエピソードで、まあそれは英語に言うから今日本語で、まあこれはありますよ、そのうちに、 or あのうちに、どのうちに開けますからね。そうねそうよそうね、そう、最初に来た時にその2つの、うん、この、うん、こと、うん、皆さん見えないけど、うん、そこの壁に日本の、そう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 、あのね、もう日本の昔の時代の時に弾くこういうこのギターをね、横にしたような木の上に弦がこう何本か12本かそのくらいあって、ピン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 ってこう弾くもの、これが2つもあるんですよ、ここに。だからね、えっって思っちゃう、2つもあって。そう、あなたの今までの、うん、友達知り合いのところに行くお家にこういうふうなものある？ないね、もうない。そう、うん、今見てる散らかってるところは、うん、他のあなたの経験ではあるものは 何がありますか？これは普通は応接間でしょ、うん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 、だから普通の応接間に何がこの部屋にある？でも友達を普通の日本人のお家にないものは、ここに、そうね、まず音楽、ここはなんか音楽、楽器が多い、楽器、そう、ギターから、こちらがちょっと見えないかもしれないけれども、もう音楽を楽しむような感じのものばかりがずっと並んでる、うん、これはなんて言うんだ？これはローランドのヴィマ。うんと言いまして、うんうん、まあコンピューターがついて、うんうんうん、まあ本当はシンセサイザーな、うんうん、キーボードですけど、うんうんうん、電気で、うん、使ってる。これは全部電気がなければ使えない、うん、この向こうは、うん、一番上、うんうん、あれは ピアノじゃなくて、no、オルガンなの？ OK、 こっちの方は、うん、ピアノは88キーズ、うん、この白いと黒いキーズがあって、はいはいはい、それが本当のピアノ、それが、うん、まあ、そのキーズがあって、うんうん、それでこっちもその下のホースのカバーがあるところも同じ。でもエレキで電気でするから本当のピアノじゃない、はいはいはい、それは全部シンセサイザーといって人間が作っ
った音を、うん、あの音が出る、そしてスピーカーがついてます、うんうん、so、これはコンピューターがついてカラオケでもできる、うんうんうん、モニターをつけて、うんうんうん、でもカラオケにしても、うんうん、今のところはあのその文句、うんうん、その言葉が出ない、うんうん、just あの音楽するだけだったら、その、うんうんうん、どうやってあの歌うのは I guess 他のようにしなければ、うんうん、けど一番難しいのは全部日本語で書いてるから全然わからない。あー、なるほど。でも、はい、うんうん、これもアメリカでも、うんうん、あの売ってたから、うん、そのマニュアル、うんうん、全部英語の本は、まあ、インターネットからダウンロードしたけど、うんうん、あの本当はこれを使って作曲したかった。そうね、その感じでね、作曲としてこのVIMAを買った、うんうん、普通の値段はまあ新しく買おうとすれば40-50万、うんうんうん、でもあのセールで中古で10万円ぐらいで買った、うん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 、安いと思った。でもその時はもうそ の, あの横の下のカバーしてるあのヤマハが買った。それはもうあの昔のフロッピードライブ、うん、覚えてますか、うん、あのコンピューターのフロッピー、はいはい、それのような、うん、あのメモリをついて、うん、まあ、ほんのちょっとできるけど、うん、88あるから88の分が欲しかった、うん、その次その上の分、76のキーのシンセサイザーのワークステーション、うんうん、ワークステーションという、うんうん、それであのそれはもうモニターをつけて、うんうん、もうフロッピーの時代だったから、うんうんうん、そして、まあ、その時はこの審査はまあ30-40万だったかな、うんうんうん、それでこれはあの中古で3万円ぐらい買った、うんうんうん、だからああこれ高いもので、ああ安く買いたい、まあ、そのうちに使おうかなと思って、うんうんうん、それで後でまたあ音楽しようかな。でも、うんうんうん、この2つ88あって、うんうん、でも、うんうんうん、そのコントロールがない、うんうん、だからその、 あの2つのああ、まあ、回るものがマジュレーション、はい、例えばその、 あの音がチェムロみたい、はい、そしてもう1つの分はするとうおうおもっとおおおおおおおみたいな、うんうん、あの音があの出るようなコントロール、それがあの上の88、それもヤマハ、それも安くて、うん、まあ、普通は18万-20万ぐらい、うんうん、それは、うん、15万の15,000円ぐらいで買った、うんうんうん、そして上の方は、うんうん、あの後でこれ今全部説明していても映像が映ってないと何も分かんないと思うけど、うん、すみませんね、うんうん、だから映像はいつか映します。いつかそのうち今度、うん、そうそういつか、うん、日本人も大好きいつか今度、うん、今度は8月5日になるね、うん、そうねでもダジャレも大好き。じゃあ本当本当に8月の5日、うん、5日になるんですか。その5日、ああその5日でね、5日、うんうん、8月5日ね、うん、ダジャレ親父だから、そう失礼、オールじさんだからね、うんうん、その後は9月5日ね、うん、9月5日、その次、でも9月5日は、うん、僕はもうニューヨークにいるから仕事しなければダメ、もうお休み時間終わり、そのかっこよくないよ、もう本当はこういう風な髪、あなたみたい黒い髪が欲しい、うんうん、でも時差ボケの、 あの時差の関係でもうすごい体がつらい、うん、あんまり寒くなった？いや全然 OK、 じゃあこれをちょっと、うん、あの静かにする、うんうん、静かにどうぞ。まあとにかくそっちのある機械はこっちから見えるけど、あなたたちは皆様は見えない、うんうん、でもあんまりがっかりしないでね。見たかったら下で簡単な日本語でコメントしてください。見たかったら、見たくなかったらまあゼロコメントにずっとあるね。なるほどなるほど、ね、うん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 、だって誰もコメントして、まあ誰じゃなくて、まあ僕は一人か二人大ファンがある、その他はだ、うん、あまあのそれ最近は二人5人の知らない人が
まあ、英語の方にコメントしたけど、日本語の文はまだゼロです。ゼロかな、多分ゼロです。だからもしか興味があるとすればコメントしてください、うん、あ、それで一番上の小さい審査、うんうんうん、審査はコンピューターにつないで、それで、まあ、いろんな、僕はあのいろんな音楽のソフトウェア、はいはいはい、ソフトウェアを集めて、うん、それをまた作曲するつもりだったけど、うん、つもりもこのギターも習いたかったつもりけど、うん、まだやってない。あのでもその買ったの分は、うん、あのまたオンセール、あのヤフーオークションじゃなくて、あの近いの音楽ところ、まあ、シンセ買ったところで、あの正月のセールあった、うん、それでこの3つが、うん、これ3つという3、うんうん、なんと言う、一緒に、うん、この3つ、うん、1、2、3、はい、それは何と言いますか、あのこれは1つ2つ3つ、うんうん、それともどういうふうに数えるの。あら、そう言われると楽器の数え方がよく分からません。分かりません、okay、私じゃあ1つ2つ、うん、じゃあ今3つある、うん、2つのギターと1つのベース、うんうん、それでおあの正月セール、うん、3つで1万円プラスタックス。へえ、安いでしょ。うん、へえ、裏もある、うんうん、これは絵じゃないよ、裏もある。だから結局飾り物、うん、誇りだらけになりました。まあ琴と同じけどね、うん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 、ちゃんと弦はある、糸じゃない、うん、弦、錆びた弦、うんうんうん、本当に。あ、ギター好きですか。いや、これはね、高校の時にやっただけ、うん、したい。いやー、もうできない、できない。 OK、 まあ、できない。したかったら、うんうん、あのギターもケーブルもある、うん、そしてアンプもある、うんうん、だから、うん、あのベースのアンプも買ったし、だから全部本気でするつもりだったけど、まだやってない、うんうん、まあ今はもう YouTube で、うん、あの時間ないよ。本当は僕は帰った時にいつも、まあ、アニメやら、うん、あのテレビ番組、うんうんうん、あ、まあアメリカの番組、うんうんうん、それで映画、それでもう僕何も時間ない、うんうんうん、あの本当は日本語の漫画じゃなくてアメリカのコミックブックス、うんうん、コミックブックが、はいはいはい、昔々若い時に、うん、あのいつも読んで、今はもうこういう風じゃなくて今もう全部デジタル、うんうんうん、だからもう iPad でも読める、どこでも、うんうん、その読む時間もない。あら、まあ、うん、だから YouTube も結構時間かかりますよ。それ僕はすごくシンプル、簡単なようにしてるけど時間かかる、うんうんうん、そしてあの、まあ、日本の皆様に、うん、あの登録してくださいと、うん、あの言って、あのでも英語だけ、英語だけだったら私見たくない。あ、そっか、登録しても無理ね。じゃあ日本語だったら僕自分では面白くない、だからあのしんちゃんが来て、あ、なるほど、はい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 、そう、ね、でもしんべヱだからしんちゃんになるの。しんべヱ、しんべヱ、しんべヱ、しんべヱね、しんべヱ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 、これね、はい、しんべヱ、しんべヱ、しんべヱ、うん、放たれたしんべヱ、そう、うん、これしんちゃん、しんちゃん、うん、私こっち好きだから、こっちしんべヱね、うん、それであの昔これをあの見てた時は、うん、あの昔見るっていうのは日本のこれを見るの、日本語の文字で。僕、うん、もうアニメだった、あの、あ、はいはいはい、はい、NHK の何チャンネル、うんうんうん、3チャンネルだったかな、うんうん、そう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 、それはまだデジタルの時代じゃないよ、アナログの時代、うん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 、そしてまああのここにあの僕も仕事に来てたから結構ここから
近いホテルに、うんうん、まあ、仕事の関係で泊まって、それでいつも6時10分から20分まで毎日見てた。ああそうなんだ。まあ私はね、子供が小さい時にこういうの見てたから見てたけどね、うん、今もやってるから、うん、やっぱりこうずっと、うん、これいいんじゃないかな。じゃあお願いがあります、うん、これ読んでちょうだい、うん、子供が小さい時にこれを、うん、こういうふうな本を子供に読んでいましたですか。子供に、読む本ではないの。これはね、見て笑う本だから、子供に見るものはもっと例えば、シンデレラとかね、やはりそういった そうこういうふうなものを読まない、読まない、読まない。これは子供が自分で読むの、うん、そう子供が自分で、こう見て、うん、読むの。テレビで見て興味を持って、それで図書館なんか置いてあるから、それでこう読んでいく。そう、子供はパパこれ読んでくださいと一度も言わない。お金をこれはこういうのはね、お父さんお母さんこれ買って、